はい、皆さんこんにちは。どうもヒロです、今回は久しぶりのマインクラフト、ソロクラフトをやっていこうと思います。で、前回はこの無人島迷路、これをやってたんですけど、これが、まあ、クリアしたので、次は新しくハイフワールドをやってみました、ドームアイランド、アイスランドじゃないよね、ドームアイランド、これをやっていこうと思います。で、このワールドはなんかアドベンチャー系のワールドみたいで、エンダーアイを10個集めて、エンダーポータルっていうのかな、あれに入れて、なんかそのポータルを完成させるみたいですね。で、ジエンドにいるウィザーを倒し、島に村人を解放させるっていうのが、今目標みたいな感じらしいです。で、ルールとかは結構簡単っていうか、前みたいに厳しくなさそうで、額縁なので、なんかどっかその辺に貼ってあるやつのアイテムとかも取っていいし、スポナーの破壊、木の伐採、トラップの破壊、チェストの中身や畑のものを取るのも OK ということみたいです。なので、エンダーアイを頑張って探そうと思います。ちょっと待って、何すればいいの、これ寝た方がいいのかな、とりあえず寝れないな、なんもない、なんもない。あ、これなんでこう4列に分かれてるの。一応今回はまあシングルプレイなので、これだけもらっていこうか。あんま全部もらっていくと良くないかもしれないからね。ちょっと音ある、これ音が聞こえない、ゲームの音が聞こえません。録音できてなかったらすいません。よっ、あ、エメラルド鉱石いるの、一応持っておこう。さあ、じゃあちょっと剣を持って、あ、びっくりした。このワールドをダウンロードしていただきありがとうございます。なんか出てきた。注意事項として、家などの建築物をなるべく壊さないでください。あ、出てくれる、これは優しいね。あ、すごい、ルール出てくるじゃん。難易度イージー以上。確認。あ、ノーマルだからいいよね。はい、ノーマルでやってます。それでは楽しんでいってください。はーい。では、行っていきましょう。あ、よし、せっかくだから。今回から、スキンを新しくしました。なんか、前使ってたスキンを使いたかったんだけど、ちょっとね、なんか、使えることは使えるんだけど、なんかちょっといじれなかったね。前のそのスキンのデータがね、どっか行っちゃって、なので新しく作り直しました。なんか白いシャツを着たような感じです。まだ暑いけど、長袖長ズボンですね。はい、ということでこれでやっていきます。F1。じゃあまずはまっすぐ行ってみよう。あ、でもあそこチェストあるから、ああいうのも取っていった方がいいよね。スポーンあるし、壊していいんだよね。え、クリーパーのスポーンじゃん。あ、これ何で壊すんだっけ、これ。壊れそう、うん、やっぱ音がないな、ゲームで。なんか 1.88 って今バージョンらしいんだけど、なんかね、あ、中に何も入れないでください、タイマーズとか。なんかそのなんか下に、下光ってない、これ。何これ、まあ、いいか。そのなんか 1.88 っていうバージョンから若干重たくなったとか、なんかそんなようなことが書いてありました。パンまだ5個あるからいいか。そう、あ、なので若干こうカクつくことがありますが、なるべく、あ、音聞きたいな、音聞こえないんだけど、なんでだろう、これじゃないな。なんかさっきも暇つぶしにやってる時に音がなくて困ってたんだよね。これ額縁のこういうのはもらってっていいみたいです。本がいっぱいあって、チェスト、あ、お肉、優しいね。松明、こんだけいっぱい松明作れるの。かまどの中は何も入ってなさそう。ここにもベッドがある。ベッドの向こうにチェスト。
わっ、いいの、ありがたや。じゃあさっきせっかく服紹介したのにね、早速もうあれで見えなくなるっていう。こっちはなんもないよね、海だもんね。あ、アイランドってこういうこと？アイランドって島だよね。あれってね、あれじゃない？ビーコン？これ入れるのかな？あー、ビーコンの横にある。なんかビーコンは埋まってるね、これ。なんか書いてあった今。レベル2、あ、そう、なんかレベルがあるみたいで順番に行かなきゃいけないんだっけ。そう、なんかそういうのも書いてあった。すっかり忘れてた。あ、スポーナーはメイクアップ出さなくて。あ、あ、これポータル？あ、違うか。え、怖っ。待って待って、これ何か。ほっぱ、怖えだろこれ。あ、でもこれさ、もうついてるよね。ここは何、これ一体。やっぱ若干カクつくような気がするけど、謎の建築物があります。あ、なんじゃありゃ、なんじゃありゃ。あ、このさ、ビーコンの線が 1,2,3,4,5,6,6本あるのは、もしかしたらそこにダンジョンがあるってことかな。ちょっと、あ、これあれじゃね、暗黒だけってやつだっけ。ウィザークォーツ、ウィザー、ネザー、ネザークォーツ。これは開かないのか。壊しつつ、敵がいるからあれ。来るな、来るな。いち、めっちゃダメージ食らったぞ。ちょっと待って、ちょっとひな。ちょ、待って待って、まだレベル1じゃないの、これ。レベル1とかじゃないね。コツを待ちながら。タイマー刺しておけばいいよね。あぶねえ。ゲームの音を聞きたい。あ、よいしょ。なにこれ。これ読む？ちょっと。壁が桃色の色付き粘土でできた家に行く。チェストの中のレバーを上に持っていく。岩盤に設置する。ということです。これが丸1っていうのはレベル1のことかな。これ、あれか？あ、桃色じゃねえか、これ。違うな、レンガだもんね、これ。あれ、桃色っぽい。ちょっとあそこ一旦行ってみよう。あれ、桃色っぽくね？これいけるね？ここね。あ、レバーじゃねえでしょ、これ。チェストの、あ、こっちか。あった、レバー。このレバーを上に持っていく。上がないじゃん。あ、でもこれ上か。ああ。なるほどね。あ、この岩盤にちょっと持ち込みいっぱいだな。設置する。うっ、開いた。あ、に、なに、こういう感じ。さっき設置したレバーを壊して手に入れる。図書館に持っていく。図書館あった、図書館あった。ひびの入った岩レンガに、石レンガに設置する。と、これを壊して手に入れた。なるほどね、こういう感じでなんかあれするんだ。謎解き系だな。図書館はあの大きいとこだよね。このひびの入った石、岩レンガ、石レンガのところに置くと設置する。これっぽくね。持ち物は困るね。しよう、それじゃあ待ってよ。
ちょっと読ませて。設置する完了。なんか動いた？音がないからさ、どっかのピストンが動いたかどうかもわからないんだよ。あ、もしかしてこれのこと？これが開いたのかな？買いのチケット。なんすかこれ。ちょっと試しにこれをもう一回外して、てかこれを上にして動いたか。あ、そうっぽいね。これだわ。え、でもこれを持ったところで俺はわからんぞ。チケットは何に使うんだろう。え、これのことだよね多分。あ、チケットを手に入れてどうすればいいんだろう。実はここになんかあるとか。なんか入れるんだね。この中なわけねえか。なわけねえか。なわけなさそうだな。これ困ったね。もうビーコンあった。レベル 1？ やっと見つけてよ、レベル1。すいません。普通にありました。はい、じゃあ、今回は、何分撮ったんだよ、これ。30分撮っちゃった。まあ、多分そんな長い動画にはならないと思うんですが、早送りばっかだと思います。ということで、次回からパート1、次回パート1にしようかな。次回パート1にして、レベル1から攻略していこうと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。では、いいはー。